やタレントです。タレントです。いや、ありがとうございます。いや、もうタレントさんがお越しいただいた。こちらの車なんですけども、モーガン。モーガンじゃないですか。だからこの車は600キロぐらいしかないんですよ。600キロ ?600 キロ、そんな軽いですか。開いた。ケイキです。中村です。車チャンネルです。いやということで、はい、ちょっともチラチラ見えてますけどもとてつもない車の目の前に立ってますけども、はいはい、今日はね、僕たちだけじゃございません。何ですか。もうこの車チャンネル、なんでこんな豪華なゲストがいつも来てくれんだよ、はい、あるな、疑問に思ってらっしゃる方もいらっしゃる、はい、本日とてつもないゲストの方お越しいただいております。はい、どうぞこちらお越しください。いや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 、どうも、どうも、いや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 、どうも、タレントです。タレントです。いや、ありがとうございます。いや、もうタレントさんがお越しいただいて、タレントですよ。いやいやいや、まあ一応我々シューマハがね、はい、サンミュージックって同じ事務所でやらせていただいて、はい、そうなんです。そう、事務所の先輩なんですよ。あ、そうそうそう、一応ね、1年先輩ということで、後輩だから、その出させてもらうって先輩の、いや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 、やめてください。バーターで聞いてください。いやでもね、本当僕がカンさん呼べたってことで、このチャンネルで僕が初めて役に立ったなと思いました。全然車の素人なんですよ、僕は。うん、あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。学ぶっていうスタンスでやらせてもらってるんで、車のなんかチャンネルやってるって聞いてて、はいはいはい、絶対出たいと思って。あ、いやいや、本当ですか。本当結構1年前から言っていただいてたんですよ、本当に。なるほど、そうそうそう、そうなんです。今日はカズさんの乗りたい車を、うん、そうなんです。すみません。そう、いやいやいや、もうこれ本当にわがままって無理な車種を言ったら、はい、本当に用意していただいたらいけるぞと。嬉しい。もうコネクションだらけです。はい、ちょっと一回チラッと見て、まあこんなね、はい、こちらの車なんですけども、モーガン。モーガンじゃないですか、本物の。ただね、うん、ちょっと僕たちもそうですし、カズさんも深いとこまでは、いや全然わかんない、多分そんな、モーガン正直、舘ひろしさんが乗ってるって情報ですそこまで詳しくないんで、はい、またさらにゲストの方、お呼びしてます。舘さん、いやいや、舘さん、嘘でしょ。舘さん、石原プロかな。車のチャンネル、そこまで行ってるから。ということで、どうぞこちらお越しください。どうも、お願いします。お願いします。はい、石原プロの方ですか。いや、稲川元子事務所かもしれない。ということで、ジャスティンさんです。よろしくお願いします。モーガンハウスジャパン、ジャスティンと申します。なるほど。まあ、車種ね、ちょっと分からないので、僕たちもいろいろちょっと説明していただきたいと思うんですけど、よろしくお願いします。そもそも、モーガンの歴史を軽くちょっと教えていただきたいと思うんですけど、まあ、かなり古いの自動車メーカーですね。1909年から車を作り始めた。その時期はもうできるだけ安くに、みんなが手に入れるの車を作りたかったので、はい、最初から、はいはいはい、4輪車じゃなくて、はい、これと同じの3輪車、もう3輪だからもう4分の1のウィールが安くなります。なるほど、なるほど、なるほど。エンジンはバイクのエンジンですから、はい、できるだけ安くに作りました。でも今となっちゃうモーガンでも航空めちゃくちゃ高いじゃないですか。スーパー航空でしょ。今は、もう職人たちはもうなんか手作りはやってますですから、未だにロボットとかそういう機械は使えない会社ですから、今はやっぱり手作りのものはやっぱり高いですね。はい、モーガンってやっぱ俺の中のイメージなんですけど、うん、全部の車乗った後行き着く場所だと思ってます。確かに。いや、俺本当にだってもう趣味の最高系じゃないですか。もうそう、マックスの頂点ですもんね。めちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃかっこいいけど、はい、絶対に不便なんですよ。言いますよ、絶対に。それがいいんですよ、やっぱ。はい、確かに。モーガンに乗ることがもう楽しみだから。うん、そうです。娯楽だから。これより便利な車たくさんあるけど、これより楽しい車はないかも。車を運転したい日はあるかもしれないけど、モーガンに乗りたい日はまた別だ。別の日。モーガンに乗る日を乗りなきゃいけない。これ名言出ましたね。超かっこいいんだから。じゃあちょっと早速、マシンを見ながら、ちょっといろいろご説明させていただきたいと思うんですけど。まずもう、はい、真ん前にエンジンが見えます。これだけじゃないですか。なかなか見えないですけど。デンジャーホッツって書いてあります。それももう冗談じゃないです。本当に冗談ですから。あ、指紋が消えましたよ。デンジャーホッツだから。そういうことね。そんな車乗れます？このエンジンはハーレーデイビッツンっぽいのエンジンですけど、SRS っていうの会社を作ってる。ただ2気筒で2リーター。だから1リーターずつのエンジンは、それもなかなか見ないのエンジンですね。空冷でね。空冷です。空気で
きやす、ね、今の車まんまバイクのエンジンってね、本当ですね。あともその後ろは、ボディはパイプフレームシャシーで作られてる、はいはいはい、だからここの強さは、ここまではパイプフレームがありますけど、この美しいのカーブとか、この後ろの部分は、僕のもう一つの特性は、キーで作られてます。へぇー、フレームはキーで、キーのフレームの上にアルミは貼ってあります。なるほど、薄く切ったこういうかまぼこみたいな形の木をこう並べてるんですよね。そうです、上にこう、いやいや、めちゃめちゃ詳しいんだよ。当時のなんか作ってる動画昔見たのそこまでしてる。でもハンドメイドで木で作ってるってのはすごい。もちろん、もちろん職人たちがこうやってこうやって、ちなみにその1台にどのくらい期間かかるんですか？8週間2、3ヶ月。欲しいって言って頼んでもすぐに手に入んないってよく聞くんですよ。なかなか時間かかるっていうのは。だから頼んでからはまあ大体1年ぐらいで。1年ぐらい。それでオーダーメイドができるですから。あ、なるほど。色とかこのレザーの種類、レザーの色とか、もうたくさんたくさんの種類あるから、自分が好きなモーグルを作れるんです。なるほど。一生もの買い物ですよ、これ。ね、本当ですね。いや、このだって革もこれだから一つ一つ職人さんがハンドメイドで、そうです。こういうところはミシンで丁寧に丁寧にソリングしてやってます。すごい。こういう車はなかなかないですよ。ないですね。いや、だってタイヤのね、あの細さもそうですし、昔の F1 ああいう感じじゃないですか。そうですね。でも、ハマキ型のルモンは出たことあります。モーガンはルモン、昔はもうレースはやっぱり軽量スポーツカーですから、そっかそっか、エンジンも大きくなくても速いですよ。だからこの車は600キロぐらいしかないんですよ。600?! 600?! そんな軽いですか？トートバッグ入れてどうです？そのトートバッグも作ってもらわないと。パって普通の日本車なんかめちゃくちゃ重いですよ。めちゃくちゃ、まあ、こんな軽くなったとはね、線を超えていますから。マフラーもね、もうそのまま。いや、このまんまの剥き出し感がやっぱかっこいい。バイク、本当にバイクのようにこう、液体がパーッと伸びて。形もね、そう、ここの中には一輪だけで、これはバイクと同じのスイングアームのリアス。2本ですか？1本です。1本、片持ちの、あらら、ちょっと見ていいですか？はい。おー、なるほど。あっちか、左か。本当だ。片持ち。だってここだけ見たら本当なんかベスパの親玉みたいな感じ。あー、確かに確かに。バイクの後ろの形なんですよ。ベスパっぽい。しかもベルト駆動なんですね。そうです。ベルト駆動、渋い。チェーンみたいな感じで駆動。ベルトなんだ。開くの？開くの？見たい見たい。ここは？マンチャスのスペースがありますけど、この辺よく見れば、やっぱりキーですね。本当だ。本当だ。やばい。シロアリ巻いたら終わりじゃないですか。サボりちゃいますよ。やばいよ。終わりの。何口がないと。で、これ給油口と。そうですそうです。何リッター入るんですか。Good question。いけないですね。30いくつ。30いくつ。で、リッターが15、16は行きます。すごい。ギュッとめちゃくちゃ悪いこと思ってた。軽いですから。なるほど。そんなに食わないです。配慮ですか？配慮です。あ、配慮です。あららら、やっぱそれは。カズさん、これ乗れるわ。本当に今日を逃したら俺一生乗らないと思うけど。確かに。だって一回雨降ってリスケになってますから。あ、そうなんですか？そうなんです。そっか。モーガンってやっぱ一番俺すごいなって思うのが、高級車に乗るようなサービスとかツアーとか。ありますね。ありますあります。それで別に高級せっかく乗るなら、まあランボルギーニとかフェラーリ乗ったりとか、あとはなんかもうロールスロー乗ってみようか。そういうなんか横島なことじゃなくて、モーガンを選ぶってなかなかないですよ。モーガンは行き着かないですよ。高級車とかよりもやっぱ上のランクですよ。確かに確かに。本当の一番の贅沢というか。いや、しかもこれだけじゃないというね。あちらにもちらっと見えてますけども。昔話の車じゃん。本当ですよね。昔話の車出てきたら見ないですよ。僕らしかも車大好きなんで街中意識して見ますけど、やっぱモーガン見ないですよ。この形はなかなかね。あんまだとクラシックカーじゃん。ねえ、でも完成側に見えるんですけど、これは実は去年2019年に出たのプラス6っていう。ああ、新作。新車です。新車ですか。僕の中にスチールのパイプフレームシャシーじゃなくて、ロータスと同じのアルミシャシーが付いてる。でもさすがにそれは下の強い部分はアルミ、その上のまたこういう形、こういうカーブは全部キーで作る。本当にキーなんですか？いや、それ信じらんないな、さすがに。2019年さすがにキーを使ってるでしょ。内側見ないことには信じられませんよ。通販のモーガン、通販。内側見せてくれるんですか？見えます。おお、
やろうじゃないの。この車は自分のエンジンは作れないですから、うん、BMW の直六は正解です。直六？直六か。で、みんな聞いてるの、トヨタスープラ。同じエンジンとミッションがついてます。A90 スープラってことですね。そうです。はい、最新の、ね、最新のやつ。最新のやつ。320馬力加速のオートマンのミッションがついて、うん、ただこっちはスープラと BMW Z4、うん、あれは1500キロぐらい。はい、そうですね。こっちは1000キロ。500キロから。パワーウェイトレーシオは全然上です。バレンボーじゃない？いやいや、大丈夫かな。これ操縦安定装置みたいなのあるんですか？トラクションコントロールとか。ないです。うわ、難しい。自分の足で。足で、ああ、やらないといけない。技術ですね。はい、いやー、すごい。乗る楽しみを味わうますね。ね、まさに。あとはその木の部分。木の部分。あ、木。木はあれ。ついに知らせ。去年出たばっかですよ。木って。2019年そんなこと言って。木じゃねえか。ちゃんと目で入ってます。人の木が。すごい。すげえ。まんま木ですよ。すげえ。これ何ですか？これは何用のためなんですか？防熱？なんですね、はい、熱ですか？熱を。これもこれガタガタ音。なるほど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 。今そういうところはゴムとかは使うんですけど、やっぱり防具はそうじゃなくて、あ、本当だ。ちょっと美しいものが使えます。こういうのクラシカルな部分を出してるんですね。なるほど。これウィールベースも長い。ウィールベースも大きいですね。現在のまた。新しいタイヤ で、うん、もうすごいグリップが高いもの。グリップが高い、はい、コンチネンタルの。そうです。すごい、はい、この車は FR 方式ですか？ FR です。 FR で、はい、FR リア駆動なんですね。 FR でトラクションコントロールはないですから、はい、ウェットの中で、まあ、自分でいいコントロールして。いや確かにウェットコンディションだと確かにすごそうな、はい、暴れ馬な。カズ、こっちどうですか？こっちもこっち。タチさん乗ってたのこんな感じのやつ。カスタム基準。日本でもたまにね、なんかこういう車カスタムしてたりとか。そうですね。あとはまあ別のメーカー出したりしますけど、それをずっと作り続けるっていうのがやっぱすごいですよね。確かにね。中央ガンだからやっぱ本当ね、日本のメーカーも本当は作ってほしいんですよ、俺は。あ、こういうタイプの。でもね、やっぱでもずっと作ってるとか勝てないんでしょうね。まあやっぱもうイコールモーガンみたいなとかありますもんね。お値段がどのくらいですか？こっちはまた手作りで、手作りで、こういうハイパワーエンジンビジョンについて1500万円。1500。じゃあ三台もらっていいですか？いや、1500、3台。契約書。カズさん免許持ってない。免許持ってない。三台。こんなに車めちゃくちゃ好きなのに免許持ってない。取りに行けばいいんです。車見んのマジですか？マジで。今日はでも運転させていただけるということで。どうぞ。いいんですか？運転怖くないですか？じゃあ本当怖いのよ。今だって話聞いて絶対運転むずいじゃないですか。難しい。まずいか、もうとんでもないですよ。やばいな。だって僕が最後にこのチャンネルで運転したの N ボックスですから。というのもね、はい、これあれですよね、年齢制限があります。あるということ。何ですか？保険で、これは26以上の方しか。26。ちょっとね、キュウ君、これキュウ君何歳？ってなると、キュウ君は25歳だ。じゃあ来年よろしくお願いします。うわ、乗れないじゃん今日。これはでも乗りたいです。今日逃したらだってなかなかったね。やっちゃいましたわってなると、うん、カズさん免許持ってない、持ってない。僕免許、まあ、もちろん持ってる、うん、で中村くんも免許持ってて26歳以上以上ってなると、うん、N ボックスの次モーガン運転する可能性が中村くん出てきます。いや、怖い。同じ四輪だから。4人とはいえ、ただまああの あっちはマニュアルですもんね。そうです。あ、はい、なのでまあ中村くんこっち運転してもらう。どっちかったらこっちの方がまだね、まだ、ね、多分車の形してますからね。で2019年発売ということで、まだね優しい、まあ、そうか、うん、一番新しいしですけども、ちょっとこのままね出るのは不安ということで、はい、ちょっと一回確かめ運転を。あ、そっか、この敷地内だったらまだ、まあ、怖くない。そうね、してもらって広いからね。事故云々の前にやらかした後の戦500万が怖いですよ。いやいや、怖い払えるわけがない。給付金全部飛ぶからということで、まあ、中も見つつ、はい、でまたエンジンの鍵型も特殊ということで、はい、あの内装もチェックしながらいろいろ教えていただきたいなと思うんですけども、うん、見やすいように窓はもうぶち壊してくれたんですね。いやいや、そういうの取れるんです。壊したわけじゃない。じゃあちょっと見させていただきたいと思うんですけど、はい、まずシートね。これ革ですごいよ。いや、匂いしますね。匂い、ブリティッシュなこのね、うん、配色。そうです、そうです、ね、この革はスコットランドから
ああなるほど。で結構中見ていただくと分かるんですけど、うん、結構新しいね。そう。ね、アンドルなんて最近のスポーツカーどんな感じですか。ね、本当感じですし、でパドルシフト、そうです。ね、後ろこうついてて、でシフトレバーなんか本当にスープラのまんまですもんね。BM ですよね。だから、ね、あの中村さん、うん、あの Z4 乗ったから多分いけるんですよ。ね、ああいけるいける。いけるってるわ。いけるいけるじゃん。モーガン中村です。いやそう話変わってくる。結構あのあれですね、こう外観のクラシカルな感じと、うん、打って変わって内装はだいぶなんか親近感湧きますね、うん、逆に、はいはい、でじゃあちょっとエンジンのかけ方をじゃあそうじゃあでもなんかちょっと自信出てきた、うん、あっちスリーウェルズあの見てビビってたけど、はい、こっちだったらあーシートはねただただ熱いね鍵は普通に回してあ普通に回しちゃっていいんですね、はい、はいで向こうにスタートパッチも今ピカだからブレーキ思いっきり踏んで、はい、でそれを押せばそのままエンジンをかけます、はい今風のもうちょっと長いですね。ねおお、はい、なるほど。すごい。いいいいいい。エンジンはスープラとか BMW と一緒ですけど、ちょっと音の質が、ねうん、上品さはあります、ねうん。ありますありますあります。いけちゃいそうです。本当に？マジで？ちょっと一周しちゃいます。はい、あれは溶けてほしいですね。いや結構距離あるじゃあ行きます、はい、はい。車乗ってうわーおーなんどえうわ怖っうわすっげいやすげ中村さんがあれかよ、ね、動いてるとよりやっぱセクシーですね、うん、うわすげえな10キロ制限ありますですよねここ10キロ制限なんでちょっと加速してるんですあ帰ってくるときあこれかっこいいんじゃないですか絶対にうわ正面からのいいこれはすごいうわかっこいいね欲しくなります、うん、あいやそっかあ来た来た来たすごいねうわすごいなおお。わわ逃げてる逃げてる待ったこれね本当に別に変わらないよ、マジで難しさはないですか難しさない。おお、そう。200とかゴミ君みたいに細かい違いが分かってないのかもしれないけど、新車が乗ってもやっぱ海に出てるから何も感じない。マジで。まあでもここ結構広いしね。FR だし、ちょっとドリフトやってきます。こんな道なんだ。地震出てきたもん。今でも降りるとき靴内側ぶつけていやいやいいんだ言わなくてじゃあちょっとあちらもいいですかいやこれでしょだってこれやばいえちょっと待ってください硬いなうわこのハンドルのクラシカルさこれ俺無理だな、はい、いやちょっとかっこいいバーとかに飾ってますいやねこれねありますもんねこれもメータのあたりは、はいスピットファイアイギリスの戦闘機ですねスピットファイアそのイメージで作られるなるほどなるほど、ね、ちなみに乗り方ってどうやって乗ってるんですか、まあ、まず左足から、はい、そっかいやかっこいいえうわまず左足左足を入れますはい左手はこっち左手をここでハンドルいや、この手はこの辺はいいかもしれないここかおもうレーシングカーっすねツイスターゲームみたいになってるうんうわーうわーすげーおーおーどうです運転できるかもツイスターは真ん中にあります真ん中にあります同じですねランボルギーニ確かにこれやばいぞチートはもうこの固定ですね固定ですペドルは逆に動けるペダルを動かすタイプのはいあの車と同じでまず鍵を回して、はい、いいですかじゃあまず鍵回して、うん、でこれを開けて開きますよで、ストラスパッドを開けていいですよいいですかでアクセルを気持ちいいぐらい、はい、2センチぐらいに踏んだ方がいい、まあ、エンジンはかけやすいと思いますレーシングか、はい、いきますで今ギアは入ってないわけですね入ってないですねじゃあいきますはいうわっ少しもうちょっと踏んだ方がいいかもしれない、ね、いいかもしれないもうちょっと、もうちょっと中止ですか？やってあげましょうか。そうですね。むずいなこれ。どう？はい。これ怖かっけ。全然違うぞ。クラッチも切るのかいやクラッチ関係ないか関係ないいやーうわ、ぐんぐん揺れてるうわ、すげえ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 うわ、かっけ
じゃあちょっとくるっとしてきますね、はい、もう一つのトークは、はい、オートバイと同じウィンカーは一回押すとオン、もう一回押すとオフ、ちょっと珍しい。あ、本当だ。はい、あ、これ今かかってる、かかってない、あ、結構ガッ、はい、結構強く、うん、で、軽くに種類に触るとここまでいきます。せやくん、大丈夫かな。じゃあちょっと行きます。どんな、どれくらい振ったらどれくらいになるか全く想像つかないですね。圧巻。うわ、クラッチも重い。あ、重い。ちょっと待ってね。あ、やべえ、止まった、あ、止まった、ちょっと、本当バイクと一緒だよ。やばいな、ちょっと待ってください。あ、ここが入ってない状態ですね、はい、なるほど。おー、開いた。これちょっとね、ごめんなさい、難しい。ちょっと回転上がってからクラッチで繋げると、ちょっと高い回転で。あー、かっこいいなー。どのくらいですかね、今くらい、この4000くらい、3500、3500くらい。18歳から知ってるあいつがあんな日が来ると思わなかった。ハマーとかの横に止まってても全然やっぱこっち見ちゃいます、ね、ハマーよりもっていう人。あー、でも生き物みたい。かっこいいぜ。来た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 よ。どうですか。やばいっす。何これ、乗ったことないぞこんな車。速いんですよまず、はい、結構軽さは出ます。いや、そのなんか普通の車こうクラッチつないで加速していくじゃないですか、はい、したらクラッチとかね、アクセルペダル調整しますけど、こいつバーッて進んじゃうんですよね、はい、クラッチさーってハンクルつないでいくと一気に進む。これ運転できるかな。まあ行きましょう、行けます行けます行きましょう、ご一緒に。え、いいの。わっさーってこれ飲んだ夢だったのよ。え、やばいなこれ、ちょっと街行けるか。うわぁ、なんかすごい。うわぁ、すごい。あ、いいいいよ。ここにお湯張ってお風呂、お風呂、半身浴できますね、ちょうど。よっしゃ、うわ、手汗やべぇ。やっぱり、グローブ欲しいね。おぉ、この車を運転し、はい、できると、はい、めっちゃ上手くなった気がします。わかります、わかります。モーガン運転してんだぜっていう。